さんの拍手ありがとうございます。本日は3名の方が千秋楽ということでここでご挨拶いただけたらと思っております。まずはアリーシャ役を演じた加藤さん。アリーシャ役を演じた加藤さん。アリーシャって誰か言った今。アリーシャ瞳さん。あ、そっか、そうなんだ、そういうのなんだ。じゃあ何なの。リリーシャです。リリーシャさんを演じたアリサさんじゃなくて加藤さんです。グダグダや。加藤さん、加藤リリカさんお願いします。はい、お願いいたします。大変失礼いたしました。ありがとうございます。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。アーシャ役を務めました加藤リリカです。ありがとうございます。ちょっとこれからね、3人ご挨拶続くので、お座りになっていただいて、はい。あ、坂健さん、そうおっしゃって。あ、坂健さん、何でもないですね。座りますか。よかったら座っても大丈夫。よかったら、じゃあ私も座らせて大丈夫。いや、座れというもんだから。座らせていただきます。いや、冗談。あの、はい。すいません。ごめんなさい、時間が延びてすいません。ありがとうございます。先輩、ありがとうございます。初日から、本当にたくさんの温かい、そして熱い声援と拍手をたくさんいただきました。本当にありがとうございます。公演がね、進むにつれて満員御礼の日が増えていったっていうのがやっぱりすごく皆様に届いているんだなっていうのを実感できてすごく嬉しかったです。シアタークリエという劇場には、個人的に3作立たせていただくのは3作目だったんですけど、すごく自分にとって大切な場所で、くしくもこの劇場に出るときはすごい舞台上を走り回っているので、またぜひこの劇場に立つときは走り回る役でまた戻ってこれるように精進してまいりたいと思います。このクロスロードまだ大阪博多と、旅が続いていきます。そしてまだ東京は明日の千秋楽が残っているということで無事に終えられることをお祈りしております。本日は本当にありがとうございました。かわいらしいです。はい、そして畑中さんも今日千秋楽ということでアルマンデ役です。畑中さんお願いいたします。皆様、本日はお忙しい中劇場までご足労いただきまして、誠にありがとうございます。2年前に、この作品の初演がございまして、その時も僕は出させていただいたんですけれども、その時は坂本健ちゃんのやってるコスタとベルリオーズの役で出させていただきました。で、再演があるということでよしと思っていたら、このアルマンドという役でというオファーをいただきまして、天にも昇る気持ちでございました。すごくやりたい役だったし、その夢が叶って、でこうやって舞台の上でこう演じられていることに毎日幸せを感じながら、かみしめながら演じておりました。本当にキャスティングしていただいて感謝しております。そのくらいとてもいい役だと思うし、この作品のに出会えて、この役に出会えて、本当に稽古から、いろいろ大変なこともありましたけども、幸せでした。本日ありがとうございました。なんだ。いや本当にありがとうございます。それではいいでしょうか。はい、はい、アイバッチーニを演じたアイバッチーニ、はい、アイバさんお願いいたします。はい、お願いします。ありがとうございます。一足先に千秋楽を迎えましたニコロパガニーニを務めております相葉ひろきです。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。
クリエでの千秋楽を誰一人欠けることなく、まだ明日も続きますが、とりあえず一足先に千秋楽を迎えることができて感無量でございます。本当にそうですね、再演、またこういろいろな新たな挑戦でセットが変わったり、いろいろこう音楽が変わったりとか、いろいろなことを今回試行錯誤しながら作っていって、で僕たちもこうかなかなってやりながら、ずっと稽古場で模索しながら作ってきたものが初日に幕開けて、でどんどんそのなんかお客様の熱もどんどん日に日に上がってきて、本日も満員御礼ということで、本当に感謝の気持ちでいっぱいでございます。このあと大阪、そして博多と続いてまいりますが、まだまだこの作品進化できると確信しておりますので、精進してまいりたいと思います。本日は誠にありがとうございました。皆様本当にありがとうございました。座長が締めるべきだと思います。お時間ですから行きます。それでは皆様、暗い森の中でもどうぞ迷わずに、皆様の温かい傘のスタルジアに向かって今日もどうぞ気をつけてお帰りください。本日はどうもありがとうございました。僕の中であのちゃんとイメージができてる。そうです、それは教えない。はい、教えない。教えない。内緒だそうです。どんな芝居をしてくるのか。じゃあ、バッチンさんは大阪とか福岡に向けて。僕はもうさらに、アルマンドを翻弄していこうかなって。今日はちょっとさ、いろんなことやりすぎるんだ。揉めてます。いいけど、揉めてます。全然大丈夫。全然大丈夫。全然大丈夫。
ついていくよ俺は。畑中さんを困らせていこうかなと。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみにしてます。ありがとうございます。